あいつ、僕たちのこと見て何か言いました。またまた報告します。あいつ、僕たちのこと無視しようとしてます。朝っぱらからキャンキャン吠えんじゃないよ、オフリー。あんたの耳がいいのは分かったっての。うるさい、耳のことばっか言うな。あら、ごめんね。鼻も聞くんだっけ、あんた。鼻のことも言うな。情けない。見ちゃった、本当に情けない。何、私にもビビってんのよ。見てたのよ、君があいつらを見つけて、で、道を変えて逃げたとこまで。幻滅。なんかさ、もっと男らしい選択肢はなかったの？情けないな、まったく。あんな連中、そんな怖がらなくてもいいじゃん。どうせ君は守ってもらってるんだし。知らないっと。ほら、急ぐよ。起きろ、起きろってば。ほんと、もう君寝るの好きだよね。
外と人望ないね。んなわけないでしょ。私普通は能力使わないもん。だいたいサキュバスの力っていうのは夢を司ることで。まあ、わかればいいけど。でも、やっぱりだよね。グーグー寝るのが好きな君とサキュバスの私ってやっぱりすんごい相性いいのかなってそう思ったの。そんなことないよ。これもう絶対運命の赤糸だよ。ねえねえ、今寝てる間にさ、なんか夢見てた？何よラッキーって、夢見るの嫌いなの？じゃあ自分が嫌いなんだ。だってそうでしょ。嫌な夢だって君の夢なんだよ。自分の夢が嫌いってことは自分が嫌いってことでしょ。極端かもしれないけど間違ってないもん。彼女？私、彼女とかそういうんじゃないです。ただ、先輩にその、はは、すんごい照れてる。なんか可愛いね、この子。だからって、変なことしちゃダメよ。私、犬の方が好きなんですけど。
私も猫の方が好きだけど、やっぱり気が合うね、コージー。お肉とお魚、どっちが好きですか？あ、私もお肉です。お魚、特に生のは苦手で。私、肉も魚もどっちも嫌い。それじゃそれじゃ、山と海、どっちが好きですか？海、いいですよね。私、海大好きです。あ、山も好きですけど。私、どっちも嫌い。それじゃそれじゃ、コーヒーと紅茶、どっちが好きですか？私、紅茶の方が好きです。あら、私はコーヒーが好きだけど。それじゃそれじゃ、イルカとクジラ、どっちが好きですか？私はイルカさんの方が好きなんですけど。バカね、何言ってんのよ。絶対にクジラに決まってるじゃない。食べると美味しいし。それじゃそれじゃ、先輩、疲れちゃいました？じゃあこれで最後にします。天気悪くなってます。明日は雨が降っちゃうかも。先輩は雨好きですか？私はあんまり好きじゃないんです。雨、傘さすの下手だし。私、別にいいんです。あ、いけない、大事なこと忘れてました。私、風紀委員としての任務を遂行中で廊下を走っていた人たちを追跡していたんです。いけない、逃げられちゃう。私たちも帰ろっか。
と付き合ってくれない？いいところ。もういちいちうるさいな。黙ってついてくればすぐにわかるって。このままじゃダメだよね。だから。頑張るから、ね。くだらないこと言ってるんじゃないの。君と私の話だよ。もう浩二は本当に鈍いというか、想像力がないというか、こんなんで大丈夫かな、この先。もういい。どうして何にも言わないの？ああ、もういいよ、いいよ。じゃあ、こういうことで決めよう。罰として、今度の日曜日、私の買い物に付き合うこと。はーい、素直でよろしい。それじゃあまた明日ね。